今日は勉強に疲れてしまったピチペンペン君が気分転換にピアノが得意なピアノおばあちゃんに無茶振りをする企画です。ピアノおばあちゃんが知らない曲 BTS ダイナマイトを制限時間4時間でピアノで覚えてもらい、どこまで高速で弾けるかの挑戦です。ピアノおばあちゃん、いつも通り練習中です。どうもピチペンペンです。突撃します。また来ちゃったか。今のママの人生の終わりみたいな、崖っぷちみたいな曲はなんて曲？ああ、よくわかるね。革命っていう曲でね、うん、ショパンがさ、ポーランドの人なんだけど、国を出てね、ドイツかなんか海外にいる時に、うん、ワルシャワの街が陥落したって。どういうその話？はいね、ちょっと。ダイナマイトを知ってほしいっていう。ダイナマイト、うん。曲よりダイナマイトの方がさ人気あるからさ、あ、そうなんだ。おばあちゃんの髪もダイナマイトだ。あ、これはよく爆発してる。めちゃぶりまず1曲目、はい、ダイナマイトか。 BTS って何？これはね、パフォーマンスしてる人の名前だから、スマップみたいな感じ。あ、そう。練習するの結構好きな。この曲っていうのはどういうノリのいい曲？おばあちゃんロッカー6分ドアだね。じゃあお願いします。バイバイ。